さあ行きましょう。どうもこんにちは、ゴミ安坂です。さあ今乗っている車、これわからないでしょ。なかなか、あれ、今のレンジローバー53ってナンバーだった。え、ゴミ、え、なんだろう。まあそれはいいとして、さあこちら新しいイカロ号でーす。 CX5、 さらにマニュアルっすよ。マニュアル、本当にさ、松田さんすげえ変態っすよね。この CX5 にマニュアルで日本導入しちゃうって、これでディーゼル450ニュートン、いやこれマジいい車。しかもこれエクスクルーシブモードでーす。一番上級グレードなので、シートのベンチレーションもついてるし、シートヒーターついてるし、後ろにシートヒーターもついてるしっていう豪華装備です。え、ちょっとここでどんな感じの見た目かって、ちょっとどうぞ。では今乗っている CX5 ですね。まあ3年前のモデルにはなりますけども、まあ初年度登録が2021年の2月の車になりますね。まあなので、ほんと3年前ですよね。はい、ちょっと細かく見ていきましょうと言っても、もうすでに動画も過去に出してますので、この 2.2 リッターが190馬力が200馬力になった時の動画ですよ。も出しております。で、その時に合わせて、このモニターが今 10.25 インチですけれども、これがもともと8インチもしくは 8.8 インチでしたね。だからどちらかというとちょっと縦長というか、上方向にボリュームもあった形でしたけれども、でまあ若干小さいなっていう印象はありましたけれども、いやこれね、やっぱかっこいいですよね、この横長ね。でこの辺りはもう安定の感じでしょう。もうこの当時からすげえ質感高く仕上がっております。でエクスクルーシブモードですので、こちらグレードはなのでもう最上級です。シートヒーターやシートクーラー等もついております。で小物置きもあります。だからここに非接触型の充電器がつくのって確か2021年か2年か、まあそのぐらいでしたもんね。だからその時はまだないっていう話だな。でオートホールドもついております。でドリンクホルダー横並びです。ではい、ここも使いやすいです。結構ね大きいですよこれ、うん、広いです。でさらにこれいいですよね、このビューボタン。はい、押します。ビューボタンを押すと360度も出てきます。さらにもう一回押すとちょっと見え方が変わりますね。だから横方向まで全部魚眼レンズで映すような形で、だから狭い路地からの飛び出しとか、だから目視できるところまで路地から出るともう頭ぶつかってるじゃないですか。だからこういうのを使ってあげると路地から出てくる時とかも安心かと思います。まあだからたまにありますよね、もう自分家から出た時にもうすぐそこがなんか主要幹線道路であるとか、あと交通量多いとか、だから頭を出すのがすごい怖いような環境ってあるじゃないですか。だからそういう時にこういうのを使ってあげると、あ車来てるとか、そういうのが分かるって話だな。うん、これ便利ですよ。でもう一回ビューボタンを押すと、はい、これだから路肩とか寄せる時とかね、縦列駐車とかね、その時にすごい便利ですよね。いや映像としてもかっこいいじゃないですか。いや、いいと思います。で、運転支援もついておりますけど、このあたりは試乗編この後を含めて見てください。まあ、どのぐらいの、うん、なんて言うでしょうね、支援力かっていうあたり。まあ、ここもうちょっと欲しいところではありましたけどね。で、Bose のスピーカーもついております。あ、あとね、今消しちゃったけど、ほら、ヘッドアップディスプレイ、ここに今映ってますよね。そう。このヘッドアップディスプレイもいいところ。だから、投影式なので、まあすごく違和感なく使えます。いやーエクスクルーシブモードいいよね。あとはうん、これ前オーナーがここやっぱ傷つくの気にされてたのか、だから綺麗に乗ってくれてたんですよ。まああとはハチがもう僕だったらこういったところ全部磨いていくんですけれども、ちょっとついてるもんね。うん、だからこの辺りで、ちなみにおオイル交換したんだ、いつしたんだ、おー、したばっかじゃん。令和6年2月。だからしたばっかだ。へえ、ありがとうございます、前オーナー様。だから次のオイル交換、うん、するときは2万580キロ時点ですればいいと。で、オイルフィルターは不要っていうところにチェックがついてますね。へえ、オイルフィルターまでやってくれたんだ、この時にね。で、エクスクルーシブモード、はい、パワーシートでーす。で、マニュアルなので、あ、ちなみに、マニュアルのクラッチの操作感としてはまあ普通普通、あのハンクラッチのバイト感もすごい伝わりやすいし、うん、これすごくねいいですよ。でシフトはまあ適度な感じ、ストロークは普通な車の感じであるけど、カチッカチッと結構節度感もあるのでまあ気持ちいいです。さあじゃあちょっと後席も見てみますか。
で、このあたりやっぱ質感高いですよね、このクロームの処理と。さあ、じゃあ鉱石も、鉱石初めて、うん、さあ乗り込みます。うん、足はもう楽勝で入るっていう状態で、吹き出し口もあります。で、ヘッドクリアランスがかなりゆとりある、縦で1個入るんだ。へえ、これいいですね。で、リアシートに、あれ、リアシートにシートヒーターがあった記憶があるんだけど、エクスクルーシブモードってなかったっけ。あった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 、やっぱここに、うん、ありましたね。いや、豪華だよ、リアシートにシートヒーターって。お、 USB がここにもある、嬉しい。いやー、これ贅沢な車ですね、やっぱ。うん、これが250万ってちょっと安い気がする。ちょっと荷室も見てみましょう。さあ、荷物室、あ、これいいですよね、 CX-5 のこの網網のトノカバーだから、これ簡単に取り外せるんですけども、これ何がいいかって、ハードタイプとかですと、これ閉めた時に、例えばここの部分の高さでハードタイプがパタってきてしまうと、だから高さのある荷物とかですと、そのハードタイプがポコンって押されるじゃないですか、意外と引っかかったりして閉まらなくなっちゃうとか。でもこれ高さのある荷物とかでも少しこういう風に押されちゃうので、押されて逃げができるので、だからね、このトノカバーすごいいいと思います。自動でちゃんと巻き取りもされ、で、荷物の大きさに合わせてちゃんと合わせてくれるっていう、うん、これはね、本当僕すげえなと。で、はい、真ん中も倒すことできます、サイドも倒すことできます。だから4対2対4分割で、え、倒せ、うん、はい、わかりましたみたいなね。で、はい、段差も少ないです。いや、やっぱ CX-5 この時からすごいいいね。おお、坊主、サブーファーあります。はい、うん、なんかどこか行ったのか、若干なんか草があるような。はい、これなんだ、あー、ドラレコの箱ね。はい、あ、でも結構綺麗に乗るっていう意識の高かった方なんですね、こういうラゲッジマットがあるって。まあなかなか、うん、ラゲッジマット使う方って少ないじゃないですか。え、そんなことないのかな、僕一回も使ったことないんですけど。じゃあちょっと外装を見ていきましょう。はい、パワーバックドアです。いや、マジなんか、あ、遅いぞ動きが。うん、頑張れ。で、スカイアクティブ D 2.2 リッターディーゼルになります。CX-5 です。 AWD です。さあ、そしてちょっとね、少しでも日が当たって色が綺麗に出るところに持ってきました。なんか自分の車だと、うん、こんな細かいところやるな。ほら、どうです、なんか綺麗でしょ、やっぱこの色。いやー、マジさ、なんかこの光が当たってるところと影のところですごいこの深みがある。今こういう風に映してるボンネットのところでも光加減でなんか色合いが変わるの分かります、この深み。うお、かっけー、この色合いの変わり具合。やっぱ、いや、これね、納車された時に一番最初に思ったのが、うわ、色が綺麗っていうのはね、本当思ったところですよ。で、グリルとかを見ても、はい、今エクスクルーシブモードはもう完全に縦ラインの大きなグリルになってますけれども、この時はまだ違いますね。あ、グリルだけそれつけることできないのかな、どうなんだろう。まあそんなことは、うん、まあでもこれを、まあ、大事に大事に乗りましょう。で、全長4575です。幅1845、そして高さ1690、そしてホイールベースは2700で、まあ車両重量は1710キロになります。で、これは200馬力仕様。いや、ボンネット綺麗ですね、この映り込みね。いやー、マジ綺麗。うん、やっぱこの色すごい。で、450ニュートンを発生しております。まあ当時約400万円で売っていた車両ですけども、ちなみにタイヤの減り全然減ってない、超綺麗のくっきり、で、はい、東洋タイヤ履いております。225519インチですね、プロクセスの R46 だから、これ新車の時の装着タイヤそのまんま、だから 1.6 万キロ走ったにしては意外と減ってない。あ、でもフロントは若干減ってるか、減ってるって言ってもそこまでではないか、そんな飛ばしないですね。あ、でも結構ね、交差点とかで U ターンとか、うん、結構路地とかを走ってそうなタイヤの減り方、
え、なんでわかるんだって。内側の方はそんなに荷重がかかって横方向かかってない感じなんですけど、外側のこのリーディング側が若干めくれてるって、だからハンドルは結構切ってるんですよ。まあだからそういうのでちょっとわかったりとかね。ちょっとエンジン見てみようよ。いやなんかこういうの楽しいな。前オーナーの軌跡がわかるようなね。ちなみにボディは、あ、コーティングかかってる、かかってる、うん、かかってますね。さあ、ちょっと待って、片手ではやっぱ重い。いや重い。どうだ。おお、まあ、おお、まあそうだよね。普通はこんな感じだよね。いかに後方車とかが綺麗かって話ですね。うん、はい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 。まあ 2.2 リッターディーゼルスカイディ。うん、エンジンルームとか、まあこの辺りはハチが綺麗にするでしょう。まあ、僕自分の担当の車だったら超ピッカピカにする。うん、新車以上にしちゃう。うん、新車以上になるわけないじゃんね。ごめんなさい、今言い過ぎました。はい。しかしやっぱ防音対策結構してるのは、うん、見てわかるところだな。はい、上側も、はい、防音対策されてます。裏側、はい。しかし相変わらずボンネット重たいね。いやしかし色かっこいい。さあじゃあ試乗戻りましょう。どうぞ。ね、いいでしょ。これあのカババさんで購入しました。本当ありがとうございます。やっぱねカババさん安かった。多分これ距離的に16,000か、はい、なんですけれども、だからそれで言うとね200万円台後半で普通に売れる車だと思うんですけれども、だからそれが250万円だったっていうのが、やっぱカババさんね安いと思う。だから当時だってこれ2020年モデルなんですけれども、まあ登録で言うと2021年か、21年の2月ぐらいです、これ初年度登録が。だからまあ3年落ちの車っていう形になるのかな。でまあその当時で言うとこれ400万円していた車ですよ、車両本体。だからそれがその値段ですからね。3、2、1、5。おい、力強いじゃん。いやーいいよー。いやこの後だからもうこれ 10.25 インチになってるじゃないですか。もうこの時点で2020年のこれ確かね12月のチェンジでもって、これもともと8インチぐらいの小さいモニターで、僕がうわーこれ小さいよ小さいよ騒いでた記憶も僕ありますけど、だからあのこのワイドになってマツダコネクトがついたモデルを僕は買いました。まあ見た目だけで言うともうはっきり言っちゃえば、この後2021年の末にですね、これ一番上級のこのエクスクルーシブモードは、そのモールのところがボディ同色になったんですよ。だからそれがね、まあ出たら最高だったんで、そんな贅沢は言いません。しかも、いや乗ってみたら全然やれてないし、すげえしっかりしてる。で、ディーゼルのマニュアル、こんなに乗りやすいと思わなかった。まあ、唯一気になるの？唯一気になるのは、うん、若干、なんだろう。これ、タバコの匂いかな？僕、匂いフェチなんで、ハチはね、全然気づかないって言ってたんですけど、若干なんかそういう匂いがするんですよね。だから、これ、消臭かけるかなんかしたいなっていう、ちょっと鍵がガチャガチャ。あ、これ、キーホルダーでーす。うちのでーす。はい。で今ちょっと振動も若干してるんですけど、まあ、この辺りは、まあ、2021年のなんかマイチェンかなんかの時、年次改良か、2023年の時の年次改良はもうグリルだけが縦ラインになったので、その前の2021年の末ぐらいか、だからその時にこれボディもちょっとね減衰の高いボディに変わったんですよね。だからボディ補強なのかちょっと減衰対応してきたっていう形なので、だからそうするとこういう若干の振動は消えてるんだろうな。これ若干振動はある感じ。まあでも決して悪くない。いやーしかしさ、全然今も普通に加速するもんね。この時のもう完成度で十分だったでしょ CX5 で。はい、運転支援使っております。この頃の運転支援はそこまで賢くない。ハンドル支援も今入ってるんですけど、車線逸脱に、ほらほらほら、危ない危ない危ない、
車線逸脱にちょっと毛が生えたような、まあまあそういう言い方すると失礼かもしれないですけど、まあでもそういった、うん、運転支援です。だからセンタリングキープ、要は白線と白線の間の中央を維持するように走るっていうのではなくて、白線に近づいた時にそこから戻そうっていう、それをどん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 拡大解釈していった時に、なんとなく自然と真ん中走りますよねみたいな方向の、うん、あの運転支援です。だから白線ベースなんですよ。だから白線の間の中央を走るっていうベースではないんですよ。だから車は結構ぐらつきやすいです。しかもこの特技はね、結構白線踏むぐらいまでいかないと戻らないですね。これちょっと、まあ運転支援、まあそれが欲しいんだったら最新型買えよって言われちゃうね。2020、だから3年前の車買うなよって言われそうですけど、まあでも乗り味はいいから。しかもね、これ嬉しいのはやっぱ満タンに入れると1000キロ走るんですよ、航続距離ね。やっぱこの辺りディーゼルとしていいですよね。さあキャンセル、よし。もうマジSUV でさ、このマニュアルの感じ、これ味わえるのいいよ。トルクがめちゃくちゃあるから、僕あのこの車自慢じゃないですけど、何回かエンストしてます、もうすでに。でまあ今日今晩からハチが自分家に持って帰っちゃう車なんですけど、だからその前にちょっと撮影しなければって言って、今急遽台風の日なんですけど、もう雨が早めに上がったので撮影をしております。で僕が今までエンストしたのはもうシンプルですよ。マニュアルであることを忘れ、高速道路6速のまんまでスーッて降りた時の最初の、例えばなんか信号であるとか、そういったところでいつもエンストはします。だからマニュアル感が全然なくなっちゃうんです。そのぐらい6速で十分走っちゃうんですよ。3、2、1、5、ひわひわ、おーおー、結構後ろ噛むね。うん、まあこれ AWD ですもんね。リアタイヤもしっかり噛むし、いやこれあの買う時にもうこれ1年しか所有しませんっていうのをはっきりと僕宣言しながら、宣言した動画作った、あ、メンバーシップだと言ってるけど一般公開では初めて、あ、これあの買ったんですけど、今日だから買って初めての試乗動画でありますけど、これ多分来年の、うん、初旬には売ってしまうのではないかなと思います。まあ、ハチはマニュアル苦手だっていう話なので、だったらもう普段使いしないよって。でも荷物を積みたいっていうので、だからロードスター僕は買ってあげようとしたんですけども、そしたら、うん、荷物積めないからヨドみたいなことを言うので、全然似てなかったですけどね、今。だから、まあ CX5、ずっと探してたんですけど、出てきたんですよ。ほんと嬉しい。しかもこんないい感じで、ソウルレッドがやっぱ綺麗。超綺麗です、このソウルレッド。ちょっと色間違ってる？でもそうですよね、これ。だってすげー綺麗な赤してるんですよ。今日曇りですけど、ほんとにね、太陽入った時の発光具合がすごいです。しかもこのエクスクルーシブモードっていうのが、いいよね。まあ、ハチがあとはいろいろ、まあ、手を加えると思うんですけれども、まあ、僕だったら一回スモーク消臭かけちゃうかな。で、今は、ほんとね、マニュアルでも、坂道発進勝手にホールド機能入るので、だから、途半判定して勝手に下がんないようにもやってくれるけども、もうさ、だから坂道発進が楽だよね。しかも、一足入れます。クラッチつなぎます。もうこれアクセルなんか全然踏む必要ない。すげえ力強く、もうトルクの嵐だね。1710キロに450ニュートンですよ。で、ちなみに馬力は2020年の12月かのマイナーチェンジの時に、このモニターさっき言ってた 10.25 インチになるとともに190馬力が200馬力にアップした、だから後の車なので、これ。だから、ほんといい感じ。うん、いやー、なんかね、まあ、マツダさんの中で CX5 って、本当、起死回生を担った、うん、しかも、結構リセールがやっぱいいんですよ、CX5。なので、そういった意味でも、なんかすごく、買い替えもしやすくてっていう、超神様みたいな車ですけど、やっぱ改めてね、こういう風に乗ってみても、すげえいいです。あと、乗り心地も、決して悪くない。
まあちょっとやっぱ今超ザラメロメなんですけど、少しブル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 、まあ細かい振動が来る。だからこのあたりがマイチェンした後の2021年の11月のマイチェンで、まあボディに若干振動対策が施されたっていうところだろうな。いやー、それらを踏まえてこれで250万、すげえいい買い物した感がある。で、これ1年乗ったとして、売るとき多分230万とか？いや、下手すると、230万、40万ぐらいでそのまま売れちゃうんじゃない？これ。って考えたら、1年で、10万円のロスとか、15万円、20万円ぐらいのロスでいけちゃうってこと？ってことは、1ヶ月、例えば20万ロスとして考えた時の1ヶ月換算で言ったら、その車にいくら払ったかって考えたら、あれ、やばくない？ 1 万円ちょっと、え、携帯電話ですか？みたいな形になるわけじゃないですか。いいね。それでこれ乗れんのか。まあ未来も今狙い目ですけどね。僕が乗ってる未来も、僕も800万で買って今下取り出すともうほんと300万ぐらいって言われたので、だから未来今350万ぐらいとか、その330とか350ぐらいで買ったとして、うん、乗ってるっていうのもいいのかもしれないですけど、いやでもこれ CX-5 ほんといい買い物だって、乗り心地いいもん。全然この時で乗り心地いいじゃん。まあ G-BEC コントロールも効いてるよね。ハンドルも、これだから四輪駆動だからいいのかな、こんなに。なんかハンドルこんなに良かったような印象じゃないんですけど、ハンドリングもいいんですよ。いやー、ほんと偶然出てきてくれた車が、こんな最上級グレードの四輪駆動って、マジこれ売るのもったいないんですけど、1年後。売らなきゃいいじゃんって言われそうなんですけど、もう次欲しい車とか、そういうちょっと、まあ、予定を立てちゃってるので、だこれはちょっと売りたいと思います。ちなみに、まあオフロードモードみたいな、途半モードとかもついております。ボタンとしてね。で、これでカープレイ、あ、カープレイもついてるじゃん。あ、そっか。僕自分の携帯、あ、今繋いでるね。カープレイもついてるのいいね。いや、マジいいじゃん、これ。僕の未来より、だからいいってことだよ。カープレイもついてるし。僕の未来、ほんとね、カープレイついてないから、なんやかんやさ、それで考えると、いいからチーム、普段乗りしてる車で言うと、え、だって、ボスが、クラウンスポーツでしょ？で、ハチがこれでしょ？ CX-5 のマニュアルでしょ？エクスクルーシブモードでしょ？僕未来でしょ？なんか僕が一番寂しい気がするんだけど、僕だけカープレイもついてない車乗ってるって、なんかかわいそう。カープレイ後付けでなんか付けれるユニット積んじゃおうかな。いや、ほんと楽です、楽。これほんと楽です、このディーゼル。滑らかです。手応えいいです。で、モニターの、しかも、このあたり、やっぱ横長なので、縦方向にはボリュームないので、そんなにね、圧迫感がないのがいいところですね。まあ、これ最新型もそうですもんね。僕がマリオさんと、あれどこ行ったんでしたっけ？草津行ったんでしたっけ？その時に乗ってた CX-5 の、やっぱこの大きさでしたもんね。この辺りは変わらないんだな、最新型と。だから変わったのは、やっぱボディの最新型と違うのはっていう意味でね、ボディの減衰と、あとはフロントのグリルと、まあ、このエクスクルーシブモードで言うと、まあ、あの、ホイールアーチのところの樹脂がボディ同色になってるっていうあたりが異なるっていう、そういうお話ですね。いや、これほんといいお買い物でした。ほんとありがとうございます。で、あ、まあ、改めて、まあ、調べてもらったらわかるんですけど、2021年モデル、1万6000キロ、エクスクルーシブモードの四輪駆動、まあ、マニュアルっていうのがもう弾数が全然ないんですけれども、でも、それら踏まえて250万円。いや、すっごい安いと思います。まあ、改めてそういった意味ではカババさんおすすめでございます。で、だからご自身のなんか相場とか知りたかったら、カババサイト、うん、
遊びっていただくのもいいかと思います。過去のあの販売履歴全部カバーさん残してるんですよ。だから出品して売れちゃったら、はいもうそのページ消しますじゃなくて制約済みで残してあるので、だからなんとなく過去にどういう風な金額でこの車売れましたとかの、要は取引データが残ってるってことは相場が読めるんですよ。だからそれが強いですよね。だから、結果的にいくらで売れたのかとかってブラックボックスじゃないですか。で、売れちゃったら結局そのデータって全部表面上はもう見れないように落とされちゃうので、だから市場相場って意外と今売ってる車のことでしか判断ができないっていうのがありますけれども、まあ川端さんの見ていただくと本当今の生相場が結構わかりやすく表示されてたりもするので、本当サイト見に行っていただくと面白いかと思います。で、まあ、改めて、なんか、カバワさんの宣伝のためにもこれ回したわけではないけども、まあでも、いつもお世話になってるから、まあ改めてですけども、カバワさんの凄さは何かって言ったら、お店を持たないので、だから、お店分のマージンあるじゃないですか。だから、そのマージンが売り手と買い手で折半できるっていうのが、まあ、一番大きなメリットでございます。まあ、結果としてだから、この CX-5 も、僕の調べた感じで言うと、だいたい200万後半でこれは取引される。まあ、高かったら300万円ぐらい行ってもおかしくないっていう、そういう車両のイメージが、これがだから250万円ぐらい。まあ、300万はいかないか、さすがに。でも200万円後半だから、そのぐらいの価格の車が250万円で手に入るっていう、まあ神戸で手にしたので、まあ結果としては陸送代とか若干かかっちゃいましたけど、これは別にカババじゃなくても他で中古手に入れてもかかるので、でなんか宣伝になっちゃったすいません。はい、乗り心地チェックいきましょう。3、2、1。おお、マジ今のすげえいいんですけど、なんであんなフロントとリアもドタバタせずに綺麗に、しかもシャシがねじれた、よれた。これ結構今予想外です。だから結構大きめのギャップでも適度に衝撃吸収して、行ってくれそうな、なんか素性は確認が取れました。へー、いや、なんか車来てからこの車すげえ予想超えなことばっか起きております。だからこれ所有満足度結構高いと思います。だって装備いいでしょ、質感いいでしょ、見た目とかボディカラーも綺麗でしょ、で走りのしっかり感あるでしょ、ハンドリングも悪くないでしょ。まあ、G-BEC が入の効果もあるとは思うんですけど、四輪駆動の効果っていうのはやっぱ見逃せないところかと思います。へえ、いいじゃんね。で、マニュアル。で、マニュアルでアクセル踏みません。はい、1速、つなぐ、2速、はい、つなぐ。ちょっと後ろに迷惑かかるかな。少しアクセル踏みます。3速。だからなんか、もうエンストしようがないよっていうぐらい、ほんとトルクフルに走ってくれるので、まあ、このあたりも、とってもとっても相性いいと思います。450ニュートンでございます。450ニュートンで、昔で言えばもう 4.4 リッター V8 とかのガソリンエンジン、自然吸気エンジンが出してたような力ですからね。それを今はもうこういった CX-5 に搭載してですね、その能力を味わえるっていう、これは本当お見事でございます。え、最後 E カラスコア、いや、いいからスコアはこれは中古だし、つけてもしょうがないでしょう。でも改めて3年前の車が今こういういいからスコアをつけるとしたらっていうところでちょっと行ってみましょうか。誰にでもおすすめか。いや、マニュアルだからね。しかしながら、誰にでもおすすめかって言われたら、このマニュアルをどう判断するか。いや、だから全然おすすめしないですよ。マニュアルだったらね。っていう、そういう話。だってマニュアルだもん。SUV でマニュアルなんてまず乗らないでしょ。よほどなんか強いなんかこだわりであるとか、意図がそこにないと、だからうちで言えば荷物もしっかり詰めて、人もちゃんと乗れて、それでいてマニュアル練習ができる、マニュアルになれることができるっていう、8の、ためを持っての、なんて言うでしょうね。まあそういうニーズが、特別なニーズじゃないですか。だから、まあそういった方にしか、ちょっと響かないかもしれないですけど、
逆の話で、これがオートマだったらって考えた時に誰にでもおすすめか。おすすめ。今でもおすすめ。しかも、結構歩道の静かさあるし、乗り心地いいし、で、しかもすげえディーゼルのトルク感あるし、ハンドリングとかも四輪駆動これ悪くないし、いいんじゃないでしょうか、これ。結構高いですよ。ドゥドゥン、出ました！ 73 点とさせてください。いや、でも3年前のモデルで73点って、すごいっすよ。すごいと思います。まあ、そのぐらい、なんか買って後悔のしない満足度の高い車だと思いますので、改めて CX-5、まあ、リセールも悪い車ではないですし、本当おすすめの車でございます。しかも貴重なマニュアルというのも備えているのも CX-5 の特徴でもありますので。まあ、アンビエントライトちょっとだけ欲しかったよね。今最新型もまだアンビエントライトまでは入ってないですもんね。なのでこの辺りは若干夜ちょっと寂しい室内空間っていう言い方にはなるかと思いますけれども、はい。まあ、オーナーとしての意見で言えば、すごく満足できる乗り味でございます。仕立てでございます。これ8の車なんですけど、ここ納車されてから1週間半ぐらいずーっとうちに泊まってるんですけれど、8には黙って、実は結構乗り回してます。なんか楽だから、便利だから。なので、乗り回してるような、まあそういう車両になりますけれども、今日、鍵と一緒に、もう駐車場の鍵も一緒に、8に、はいって渡して、これは8の車になります。まあ8の管理の車って言った方がいいですね、正確には。はい。まあなので、まあ今後なんか CX-5 を使ってこういったのやってもらいたいとか、こういうの調べてもらいたいとか、ディーゼルどこまでいけるのか、本当にやってもらいたいで、それを8に行かせようかな、僕は行かずに。まあそういうのとか、どしどしと、まあやってもらいたいことがありましたら、ぜひコメント欄に、はい、ください。よろしくお願いいたします。ちょっとカーブスポーティーに行ってみようか。ヒーバー&トゥー。よい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 。いいじゃん。ゴー。イエー。結構マジいいよね、足もね。気持ちいいです。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。全オーナーさんありがとうございました。タイミングが良い時に手放していただき、本当感謝でございます。ではでは、失礼いたします。リグレフォー。いやー、これね、キーパーさんのコーティングも、確かね、ダイヤモンドキーパーかなんかしてあるので、だから、そのあたりも必要ないしね、これほんといい買い物した。ほんとありがたいです。まあ、ページに出て、4時間後にはもう僕、買います申請してたので、もうすでにその時でね、いいねボタンみたいな、ハートマークがつくんですけども、カババって、自分で欲しいなとか、あ、この車ちょっと気になるっていうのに、ハートつけとくと後で呼び出しやすいんですけど、もう4時間ぐらいで7つぐらいついてたので、ほんと結構焦りました。よかったです、買えて。ほんとありがとうございます。ちなみにカババさんで買うまでの履歴であるとか、そのあたり別動画で作ってますので、そちらも興味ありましたら見ていただければ幸いです。考慮しだしたところから納車されるところまで、もう全部ちょっと一本の動画にまとめましたので、よろしくお願いいたします。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。これおまけ動画だっけ？とりあえず閉めとこう。いいから行こう。8、大事に乗ってください。マニュアル、運転しましょう。練習しましょう。慣れましょう。さあ、終わりそうで終わらない、いいかライフ動画。ほんと自分で笑ってきちゃった。いや、帰りね、結構気持ちよく走ったら、いや、早いし、これ、やっぱすげえしっかりしてる。四輪駆動だからかな。いや、すごいと思いました、これ。いや、さらに、あとね、小回り性能もすごくいいし、いや、これ、いい車ですね。これ、1年後に売るのが、もったいなくなってきちゃった。いやー、ほんと、ちょっと、驚きばかりです。想像超えを結構してきますね、この車。
まあそういう仕上がりでございます。なんか松田車を乗り出してからか、松田車がやけに目立って、まあ目に飛び込んでくるようになった。やっぱ意識が変わったのかな、そっちに目が行く、目が止まる。まあそんなことはまあいいとして、まあ何にせよとってもとってもいい買い物ができました。カバさんありがとうございました。そして全オーナーの方本当ありがとうございました。ありがとうございます。エカレフォー。